Welcome to my Istanbul vlog. We flew in from Cappadocia at around noon, and first stop was to get mackerel sandwiches for lunch, which was so good. I think this was one of the best things that I ate during this trip. And then we also got amazing Turkish delights and baklavas. And then this was a day of just exploring. We wanted to keep it quite chill since we were going on a dinner cruise that night. Day two was sightseeing day, so we fueled up in the morning with this lovely Turkish breakfast at our hotel, and we took the tram over to the Asia side to see all the mosques. I was just killed out here, got people. Talk about this, talk about that, it ain't really a secret though. Then we went to the Grand Bazaar, another touristy spot, and this place was very, very hectic and overwhelming with the amount of shops, and it was just so much color, a lot of spices, a lot of jewelry, but it was so fun. And we headed back to the Europe side, which is where we stayed, and then we walked up to the Galata Tower. So we waited for about 40 minutes, but it was so worth it. It's not every day you get to go to a city that lies on two different continents. In the morning, I was across the bridge in Asia, and now I was back in Europe. House, plotting out our lives, we had it laid out. Ain't no need for sleep when you've been dreaming. Streetlights flicker on, I should be leaving. Cherry cape around my shoulders, I could fly. ディナーに来ているんですけど、モスクの真横でご飯食べてます。これがアヤサフィアで、今日ここの中とブルーモスクとガラタタワーに行って観光したんですけど、なんかここはシーフードレストランで、なんかずっと今窓閉まってて、今ちょうど開けたので、めっちゃ綺麗。これはチーズ、これはゴートチーズ、結構パパ以外は苦手。 これ美味しかったよね。トマト、野菜と、これはなんかミント、葉っぱ、ハーブが多いんだよね。ミントの葉っぱがいっぱい入ってる。これだけ食べるとね、ちょっと味がね、強いのと、私はこれとこれ以外は全部嫌いだった。あ、あとこれね、これ食べた？これを結構美味しかった。え、苦手だった。これなんかこのグレープリーフの中に ご飯が詰まって、なんかマキマキされて、なんか独特の味がした。<笑>本当だよね。とにかく結構なんかハーブ系が多い。トルコはあの日本人が全然いないです。ね、いないよね。で、いつもあの中国人だと思ってニーハオばっか言ってくる。<笑>でも結構今日も観光して暑くてベタベタ湿気がすごくて、5時間ぐらい歩いてると みんな足棒になって疲れちゃって、ね。<笑>みんな不幸。は？坂がきつい。うん、そうだね。めっちゃ坂で、もう本当に45度ぐらいの、あの、なんだっけ、坂を上がって、で、その坂登るのがめっちゃきついし、なんか地面もさ、そうそうそう、石？ だから、スニーカー履いてても足が疲れるぐらい、相当毎日もう1万5000歩歩いてるよ。これ1人分って言われた。これ2人分って言われた。どういうことですか？<笑>日本では信じられないサイズ。これ2人分だよね。これ3人ぐらい食べれるよ。確かに。
する日なんですけど、イスタンブールってこんな坂になってて、ちょっと歩いてるけどめっちゃ汗かく。今上上がってちょっとショッピングをしたいと思います。最後のディナーに行くんですけど、ホテルの上のお腹すいたホテルの上のアジア側も見えるすごい景色が綺麗なところに、行くんですけど、今日はラッタタワーの周辺のところで買い物をして、ですごくたくさんジュエリーを買いました。このリングと、あとこの可愛くない、これ。私はこういうなんかミニフープ系が大好きだから、フープで、で、ここになんかチャームがついてて、あ、めっちゃ可愛い。こっちの手もいっぱいアクセサリー買って、ゴールドのスネークリング、私、なんだっけこれ、あの薬指のなんかスタッキングリングで、あとはこれは日本で買った日本のピンキーリング、あとはこのまたイーブルアイのブレスレットも、いつもこのバンクリーフとこのマリアブラックのチェーンブレスレットをしてるので、なんか一緒につけて可愛いなと思って。これを買いました。リップチェックをやりたいと思います。マーケットで買った集めたアクセサリー、シスタージェーンのワンピース、これも日本で買ったやつと、マンゴーのバッグと、ロンドンで買ったマシュボデッティのミニヒールを入ってます。いろいろあのトルコで買ったものをつけてます。じゃらじゃらに。どうですか、食べ物は。食べ物美味しいけど、多分注文したのと違うものが来た。それどれですか。これなんかよくわかんないけど美味しい。アプリコット美味しいよ。でその写真かわいい、ちょうだい。